逆サイド佐藤拓磨流れました。斉藤はエアーズにパスして、あバスケットカウント。そしてこのガッツポーズです。強かったですね。いや本当にもう何十年プレーしてるのかっていうぐらい、同じチームにいるのかっていうぐらい錯覚しますよね。はい、大事な時間帯でこうオンザコート2にしないで大丈夫かなっていうのが懸念ありますよね、渋谷としては。あ確かにそうですね。そのヘンリーウォーカー、斉藤拓実、斉藤拓実キックアウト、ステップバック3。斉藤拓実ショットクロック残り10秒、ここで行く斉藤です。斉藤ジェフエアーズ、さあ斉藤急ぐ速攻出したいですね。スピードがあるぞ。いいですね。エアーズからアリュープだ。アリュープダンク。今のプレーです。ありますからね。そうですよね。力を発揮します長谷川。ただここはゴールした強さを見せますエアーズ。伊藤選手がうまくこれもやっぱり見てますからね、見てますね、はい、ヒースは今日一つ目のファールです。さあミークスダブルチームで行く中、足が守った。ここはダブルチームで守りきった。そうですね、守りきりましたね。エアーズはイージーバスケット。いやもうここはもう、さあ点差はわずか1点。ここのボール流れが志賀、斉藤、最後はジェフエアーズ。さあここで志賀が逆転。はい、ここは志賀が一気に逆転と。そうですね、特にねこのダンクからの逆転はねチームとしては勢いが出ますよね。そうですね。琉球は急ぎますが、時間は落ち着いて、これがあるんですね。ジェフエアーズが打ってくる。はい、効率もいいですし、アシストもできますし。うわー、エアーズ、これには会場もどよめきました。かなりディフェンス、両チームともタイトですね。そうですね、今はもうエアーズもしっかりと手を挙げて、あいいプレーですね。ファイトからエアーズだ。エアーズも3ポイントは打てますが、そしてエアーズが持ち込んだ。もうまさにアウンの呼吸ですよね、このピックアンドロール。そうですね、で目の前にいますけども片手でですね、ここ1本決めるとレイクスターとしてもいい形に持ってきます。うまくエアーズ、ここも斉藤拓実とジェフエアーズ。これね、斜めに飛ぶんですよ、でまず島根が抜け出しました。そこからうまくタイムアウトと選手交代によってリズムを掴んだ。ここはコンビプレーを見せました。ここも北川激しくいくが、エアーズに渡ってシュート決めてきます。支え目のシュート、これも外れる。リバウンドブラッキンズ、これはエアーズに渡った。ダンクだ。レイクスはそこを攻めていきたい。斉藤拓実、エアーズだ。3つ目、14点のリーグトップでありますね、はい、ここはエアーズに打たれました。あナイスパスですね、はいはい、エアーズのところにボールが入りました。斉藤、エアーズを使ってインサイドを使うバスケットカウントです。今日はこのエアーズをうまく使えている滋賀ですかね。はい、そうです、はい、いいと思いますね。斉藤パス、エアーズ。まあ、滋賀のいいところが出てましたね、はい、まずは入り込みはこの外国籍選手、はい、今のエアーズ選手もそうですし、3円もですね悪い気がしますね。3円はそのあたり何を意識していく必要がありそうですかね。チャンスがあれば攻めていくということだと思いますね。さあ斉藤、ここはクラ獲得ブロックショット、ナイスプレー。さあそしてエアーズダンク、会場が沸きます。そうした部分にも目を引くんですが、実は得点力も素晴らしいんですよね。素晴らしいですね、これもね、はい、ナイスプレーですね。河村もすぐにつきます。昨日はキャリアハイの30得点の斉藤が早速仕掛けてパスを送る。ゴールした。ジェフエアーズロープレ
カリノ、ナイスパス、サンシャイブリーに復帰しているカリノ、エアーズが決めます。カリノがリバウンドを回収しています。ボールを早く回す、一人かわしていった。さあ今度はジャフ、エアーズが入り込んでいった。あ、流れるようなプレーですね。正面からそうですね、両チームともに今日4試合目のゲームを迎えています。ワイドですが、逆に滋賀がリードを広げていきたいところ。ジェフ・エアーズ粘ってバスケットカウントです。前半ハイピックをやっても、はい、レバノン北海道のディフェンスがダブルチップに、今度はジェフ・エアーズにボールが入っている。またバスケットカウント。ね、さあここはまたリードが開いてまいりました。